スターリンク、スターリンクはアメリカ合衆国の民間企業スペース X 社が開発を進めている衛星コンステレーション計画。低コスト、高性能な衛星バスと地上の送受信機により衛星インターネットアクセスサービスを提供することを目的とする。スペース X は衛星を軍用や科学、探検などの用途に販売することも計画しているほか、 2020年代中頃までに総数約1万2000機の人工衛星を3、階層にわたって展開することを計画している。最初が高度 550km の約1600機の衛星で、次が高度 1150km の空、カバンドを用いる約2800機の衛星、さらに高度 340km の V バンドを用いる約7500機の衛星である。 10年に及ぶ計画の総コストは設計、製造、打ち上げなど100億ドル近くに達すると推計される。スターリンクはスペース X が運営する衛星インターネットコンステレーションであり、地球上のほぼ全地域に衛星インターネットアクセスを提供している。この衛星コンステレーションは2021年半ば時点で1600機を超える衛星で構成されている。 最終的には地球低軌道上の何千もの大量生産された小型衛星で構成され地上に置かれた専用の送受信機と通信することになる。衛星インターネットサービスによって世界人口のほとんどをカバーすることが技術的に可能となるが実際にサービスが提供されるのはスペース X がサービス提供のライセンスを取得した国に限られる。 2021年9月現在、17カ国でベータ版サービスを提供している。スターリンクは、ワシントン州レドモンドにあるスペース X の衛星開発施設で研究、開発、製造、機動制御が行われている。10年にも及ぶ計画の総コストは、設計、製造、打ち上げなど100億ドル近くに達するとスペース X は2018年5月に見積もっている。 製品開発は2014年に始まった。2018年2月にプロトタイプのテストフライト衛星2機を打ち上げた。2019年5月には商用サービスに向けた最初の大規模な打ち上げが実施され、追加のテスト衛星と60機の運用衛星が配備された。スペース X 社は一度に最大60機の衛星を打ち上げ、2021年後半か2022年までに、 ほぼ全世界にサービスを提供するために 260kg の宇宙船を1584機配備することを目指している。2019年10月15日、米国連邦通信委員会はスペース X に代わって国際電気通信連合に FCC がすでに承認している12000機のスターリンク衛星を保管するための3万機の 追加衛星用の周波数を手配するための申請書を提出した。2021年までにスペース X は Google Cloud ラットフォームお及びマイクロソフトアズ Azure と契約を結び地上でのネットワークインフラをスターリンク用に提供することで提携した。天文学者はこの計画が地上からの天体観測に与える影響やすでに混雑している軌道環境に衛星が どのように追加されるかについて懸念を示している。スペース X は衛星の運用時の軌道を下げることを目的としたいくつかのアップグレードを実施することでこうした懸念を軽減しようとしている。衛星にはクリプトンを燃料とするホールスラスタが搭載されており寿命が尽きると軌道から離れることができる。また衛星は地上から送られる追跡データに基づいて 自律的に衝突を回避するように設計されている。衛星を使ったサービスを提供するには、国際電気通信連合の規定や長年の国際条約により、各国の当局から許可を得る必要がある。その結果、スターリンクのネットワークは、緯度約60度以下でほぼ全世界をカバーしているにも、かかわらず、農村部や十分なサービスが行き届いていない地域への、 ブロードバンドサービスが約12カ国でしか提供できていない。また、スペース X はサービスを展開するための手続きを行う必要があり、その状況によって提供される地域、順序、期間が左右される。例えば、スペース X は2020年6月にカナダのみで正式に許可を申請し、2020年11月に規制当局が認可したことで、 その2ヶ月後の2021年1月にサービスを展開し始めた。2021年9月現在、スターリンクは17カ国で提供されており、その他多くの国で規制当局に認可を申請している。日本では KDDI がスペース X と業務提携し、2022年2200カ所の基地局を介して、地方の顧客向けにより高速な通信の提供を目指す。 ことを発表した。フェーズ1の高度 550km の場合、72種類の軌道それぞれに22機の衛星を配置するため、合計で1584機となる。初期の設計では、すべてのフェーズ1の衛星が1100から 1300km 程度の高度にあった。しかしスペース X は、最初の1584機の衛星の高度を下げることを要求し、 2020年4月にはすべての衛星の軌道を約 550km まで下げることを要求した。この変更は2021年4月に承認されている。2015年の初期に公開された情報によると、質量100から 500kg の小型衛星を高度約 1100km の低軌道に配備することが想定されていた。実際に2019年5月に初めて大型、 展開された60機の衛星の質量は2 2 7キログラムであり、宇宙環境への配慮から比較的低い5 5 0トルに配置された。2015年1月時点の初期計画だと、コンステレーションは約4000個の強調する衛星で構成されることになっており、その数は2015年1月に軌道上にあった運用中の衛星の2倍以上に及ぶ。 米国連邦通信委員会に提出された書類によると、衛星は空バンドとカバンドの密衛星間リンクとフェーズドアレイ、ビームホーミング、デジタル処理技術を採用する予定である。周波数申請の一環として、フェーズドアレイ技術の詳細が開示されているが、スペース X は密衛星間リンクの詳細に関して、守秘義務を課している。初期の衛星は、レーザーリンクなしで打ち上げられた。 2020年後半に衛星間レーザーリンクのテストに成功した。衛星は大量生産され、従来の衛星に比べて単位能力あたりのコストが大幅に削減される予定である。イーロン・マスクはロケットにやったことを衛星にもやってみようと思う。宇宙に革命を起こすためには、衛星とロケットの両方に取り組まなければならない。宇宙ベースのインターネットや通信のコストを下げるためには、 小型の衛星が不可欠であると語っている。2015年2月、スペース X は衛星通信市場への新規参入者であることから、参入障壁となる 5G 通信規制を行う、前にカバンド周波数の将来の革新的な利用法を検討するよう FCC に要請した。スペース X の非正式同通信衛星コンステレーションは操縦可能な地球局の送信アンテナが、 地理的に広い影響を与え、衛星の高度が著しく低いと、地上の送信からの集約的な干渉の影響が、拡大する2 4ヘルツ以上の高周波帯で運用される予定である。静止衛星を経由するインターネットトラフィックは、理論上の最低往復遅延時間が477ミリ秒で、あるが、実際には、 現在の衛星だと600ミリ秒以上の遅延がある。スターリンク衛星は、静止軌道の一百105から1、30の高さの軌道を周回しているため、地球から衛星までの0点子は25から35ミリ秒程度と、既存のケーブルや光通信網に匹敵する実用的なものとなっている。このシステムは、IPV6 よりもシンプルと歌われるピアツーピアのプロトコルを使用し、 エンドツーエンド暗号化も組み込まれる予定である。スターリンク衛星は軌道の上昇と維持のためにクリプトンガスを用いたホールスラスタを使用している。クリプトンのホールスラスタはキセノンを用いた同様の電気推進システムと比較して流路の侵食が著しく大きい傾向があるがクリプトンの方が豊富に存在し市場価格も低い。ワンウェブはスペース X と ほぼ同時期に衛星コンステレーション計画を発表している。サムスンは2015年に1 4 0 0トルの軌道を周回する4600個の衛星コンステレーション計画の概要を発表した。これは世界中で1ヶ月あたりゼタバイトの通信を提供し、50億人のインターネット利用者に対して1ヶ月あたり2 0 0イトに相当する。しかし、 2020年までにサムスンから追加の情報は発表されていない。テレサットは2015年に小規模な117機の衛星コンステレーションを発表し、2021年に初期サービスを提供する予定であった。アマゾンは2019年4月に大規模なブロードバンドインターネット衛星コンステレーションを発表した。これは同社がプロジェクトカイパーと呼ぶ。 今後10年間に3236機の衛星を打ち上げる計画であり、2018年11月に発表されていたアマゾンの12の衛星地上局施設からなる大規模ネットワークと強調する衛星コンステレーションである。2017年10月までに進行の低軌動衛星によるネットワーク容量の大幅な増加への期待から市場関係者は 新たな対地同期軌道のブロードバンド通信衛星への投資計画の一部を中止した。12000機からなる巨大通信衛星網が完成すると低軌道の衛星は90分で地球を周回することもあり、常に約200機の衛星が上空に見えると予測されている。そうなると衛星の金属部分や太陽電池パネルは光を反射しやすいこともあり、 天文台による観測に衛星の光の筋が横切るなどの支障が出るとして国際天文学連合や日本の国立天文台などはスペース X に対し衛星の素材を変えたり太陽電池パネルの角度を調節したりするよう求めているこの対策としてまず2020年1月にダークサットと呼ばれる黒く塗られた機体が試験的に打ち上げられたこの機体では 通常の機体と比べて明るさが55%低下した一方で赤外線などの波長では問題が続いており採用には至らなかった。ついで同年6月にはバイザーサットと呼ばれるサンバイザーを装備してアンテナへの太陽光の入射を防いだ機体が試験的に打ち上げられた。8月に打ち上げられた機体からはすべてこのバイザーサット仕様となっている。スターリンクは 何千もの衛星を軌道に乗せることで、長期的なスペースデブリ及び衛星衝突の危険性を生じさせ、ケスラーシンドロームを引き起こす可能性があると批判されている。これに対しスペース X は、ほとんどの衛星は低い高度で打ち上げられており、失敗した衛星は推進力がなくても5年以内に再突入すると主張している。計画の初期では、 ヨーロッパの衛星と1000分の1の確率で衝突する可能性がある衛星をスペース X が動かさなかったためニアミスが発生した。スペース X はその後エッサとスペース X の間で連絡が途絶えていたシステム上の問題を修正した。またエッサは衛星の衝突回避行動を自動化する技術に投資する予定だと述べた。ありがとうございます。